マルコ・メオーには、イタリアの男子バレーボール選手。パドバ出身。ポジションはセッター。元イタリア代表。1990年、地元パドバのジュニアチームからセリエ A パドバに入団。ジュニア代表として1990年ジュニア、欧州選手権で準優勝。1992年ジュニア、欧州選手権で優勝し、ジュニア世界選手権で2つの銀メダルを獲得した。 1994年にイタリア代表に選出され、同年4月28日、ハバナで行われたキューバ戦で代表デビュー。ワールドリーグ優勝4回、欧州選手権優勝3回のほか、1998年世界選手権で金メダル、1996年アトランタオリンピックで銀メダル、2000年シドニーオリンピックで銅メダルを獲得した。 1990年代はイタリアが誇る司令塔、パオロとフォリの控えに甘んじることが多く、銀メダルを獲得した2003年ワールドカップ以降は、バレリオ・ベルミリオに、正セッターの座を明け渡したが、2008年北京オリンピックのバレーボール競技、世界最終予選にベテランセッターとして、再招集され出場。2大会ぶり3度目となる、北京オリンピック出場を果たした。 セリエ A では1998年から在籍したマチェラータでコッパイタリア優勝2回2001年セブカップ優勝2001から2年欧州チャンピオンズリーグ優勝を経験パルマ、パドバ、トレントを経て2007年からピアチェンツァに所属し準優勝した2007から8年欧州チャンピオンズリーグでベストセッター賞を受賞2008から2009シーズンに自身にとって 初のリーグ優勝を経験した。2010年6月、ベローナ移籍した。ありがとうございます。